い、わかりました。クイーンステークス、はい、クイーンカップの富ちゃんはこちらです。はい、8連勝中サンデーレーシング阪神ジュベナイルフィリーズ組、ラッキーナンバーは6番9番2番です。はい、詳しく教えてください。はい、任せてください。まず8連勝中ですが、現在クイーンカップはノーザンファーム生産馬が8連勝中なんですね。すごいな。はい、去年まで13年連続で生産者リーディングを獲得している王者、うん、ノーザンファームが最も長く連覇している JRA の重賞がこのクイーンカップであります。うん、はい、9連覇がかかった今回はなんと5頭が出走予定ですので、うん、はい、勝ち馬はまあこの中から探すのが良さそうですね。はい、ノーザンファーム生産馬はアルセナール、サフィラ、ルージュスエルテ、ルージュサリナス、クイーンズ、ウォーク。確かに9連覇しそうなメンバーであるね。まあ、この中のどれかが勝つでしょうね、おそらく。言い切っちゃダメですよね。はい、はい、ここ5頭からさらに絞る富ちょいがサンデーレーシングか阪神ジュベナイルフィリーズ組ですね。過去10年の馬券圏内に入った30頭チェックしてみましょう。馬主ではサンデーレーシングが強く、5勝2着2回3着3回でした。はい、クイーンカップのサンデーレーシングはまあ下位と言えますかね。まあ、クイーンズウォークということになりますね。 G1 はグレナディアガーズの妹ですし、中内と旧車と川崎署のコンビということで、いかにもといった感じがします。はい、さあ同様にレースの阪神ジュベナイルフィリーズ組も強く、あの過去10年で3勝2着3回3着4回着外は12回、馬券圏内率に至っては 45.5%、 勝率も連帯率も前走別の成績ではダントツとなっていますので、クイーンカップのこの阪神ジュベナイルフィリーズ組もまあ買いと言えます。はい、該当するならサフィラとコスモディナーですが、ノーザンファームならサフィラということですかね。はい、さあ最後のラッキーナンバーは6番、9番、2番ですが、クイーンカップの過去10年馬番別の成績チェックしてみましょう。はい、6番、9番、2番の成績がいいんですね。詳細は6番が5勝2着1回、3着1回で勝率 50%、9番は2勝2着3回、3着1回で連帯率 50%、2番は2着3回、3着2回で馬券圏内率 50% となっています。クイーンズウォークのとサフィアの相手はこの6番、9番、2番が良さそうです。はい、6番は森のレッドスター、9番はカレンナ乙女、そして2番がサンセットビュー。どれもこれ人気的に美味しそうな、ね、全く人気がないですからね。2番と9番は特にね。はい、はい、ということで信じるか信じないかは気をつけてバレンタイン、ハッピーバレンタイン、ちょっと折れただけな、すごい違いです、折れないよ、はい、よとよと。